令和5年2023年5月7日日曜日、ともびき牛の日。ゴールデンウィークも最終日ですね。夕方のサザエさんは格別に聞きそうですね。5月7日のお姉さん日よりは世界笑いの日、粉もんの日、木原昇トランペットソロの日をメインにご紹介します。またそれ以外の記念日についても取り上げ、簡単に紹介し、5月7日生まれだったり、5月7日に亡くなったりした著名人、5月7日の出来事などをお姉さんの好みで取り上げます。今日もお姉さんのおしゃべりに付き合ってくれてありがとうね。ぜひ最後まで付き合ってってね。5月の第1日曜日は世界笑いの日、ワールドラフターデーとも呼ばれます。世界的に笑いヨガのイベントなどが開催される日とされます。笑いヨガはインドのマダン・カタリア博士が提唱した従来のヨガの呼吸法に笑いを取り入れた健康法。笑うことは日々のストレスを発散させ、精神的にも肉体的にも良い影響があります。笑っているときは心拍や血圧が上がり、呼吸が活発になって酸素の消費量も増えます。まるで内臓が体操をしているような状態になりやんす。また表情筋や腹筋、横隔膜、肋間筋なども動かし、ある程度筋力を鍛えることにもなります。ちょっと前から笑うことが一番の健康法と言われてきたのは、ストレス発散だけでなく筋力や心肺を鍛える意味もありますね。なのでまあお菓子でも食べて笑いましょう。お菓子食って笑うのは当然の成り行きです。5月7日は粉もんの日。粉もんを愛する民間団体、日本粉もん協会が制定しました。粉の語呂合わせ、同様に粉の人もされていますね。粉もんは主に小麦粉を使った関西の食文化、安くて美味しい大阪庶民の味として親しまれています。日本粉もん協会では粉もんの定義をさらに講義に取り、穀類や豆類を粉にしたものを調理した食べ物としています。おなじみのたこ焼き、焼きそば、お好み焼き、うどんなど、関西で粉もんと言われてきたものをはじめ、ラーメン、そうめん、そば、パスタ、パンに、ピザに、中華まん、おやきなども含めます。そば粉、ベーコン、トウモロコシ粉、キャッサバ粉、きな粉でできた各地のメニューも含めると、ワールドワイドに粉もんの定義が広がりますね。タピオカも粉もんに含まれることになります。まあ原材料費の安さならタピオカも似たような分類にできそうです。日本粉もん協会では新しい粉もんメニューを提案したり、各地の粉もん文化を紹介する粉もん百選といったコンテンツを用意しています。安くてうまいは絶対正義というわけで、粉もん文化の発展に期待する次第です。5月7日は木原昇トランペットソロの日。木原昇さんは京都立花高校吹奏楽部の演奏に感激し、特にトランペットのソロが気に入って自ら演奏しようと思い立ちます。木原昇さんはこの時今年79歳、トランペットなんて一度も吹いたことがないのですが、トランペット教室に通って練習を始めます。目標は琵琶湖に向かって琵琶湖秋光の歌をソロで演奏すること。2023年5月7日、80歳の誕生日を記念してトランペットソロの日を制定し、日本記念日協会に登録しました。恒例ですが、トランペットを吹いているうちは健康の証というわけです。高齢になると演歌能力が低下し、誤嚥しやすくなるリスクがあります。でも吹くという行為で喉が鍛えられ、演歌能力の低下を防ぐことができるといいます。実際に健康年齢を引き上げるためのアクティビティとして吹き矢が推奨されたりします。お姉さん、お父さんを誤嚥性肺炎で亡くしてるからね、こういうのは気になっちゃうのよね。トランペットなどの吹奏楽も高齢者の趣味に勧めたいものですね。5月7日の記念日は他にもあります。簡単にご紹介しますね。世界エイズ孤児デー、エイズ孤児問題への意識を高めることが目的で制定されました。エイズで両親を亡くした子供の多くは祖父母に引き取られ育てられるケースが多いのですが、祖父母が高齢のため子供が働くケースが多くなります。また地域住民からの差別を受けやすく、様々な面で困難に直面しています。博士の日、明治21年、1888年5月7日、日本初の博士号授与があったことに由来します。当時の博士号は論文の提出によるものではなく、教育への貢献を評価されたものでした。この当時博士の上に大博士が設定されていたのですが、該当者なしのまま10年が過ぎ、明治31年、1898年に廃止されています。国
ココナッツの日、コが7つでココナッツの語呂合わせ、キリントロピカーナのココナッツウォーターの PR、 ブラックモンブランの日、竹下製菓のアイスクリーム、ブラックモンブランの発売日である昭和44年1969年5月7日にちなみます。ブラックモンブランというネーミングは、竹下製菓の会長がアルプス山脈の最高峰モンブランを目の前にした時、この真っ白い山にチョコレートをかけて食べたらさぞ美味しいだろうと思ったことに由来しているのだとか。生パスタの日、生パスタの生から7、パスタから8を取った語呂合わせで、毎月7日と8日を生パスタの日としています。5月7日の記念日は以上となります。他にもあるよというのがあればコメントから教えていただけると嬉しいです。ローカルな記念日、個人的な記念日などもよろしければ教えていただけると嬉しいです。5月7日生まれの著名人は、作曲家チャイコフスキー、1840年生まれ。白鳥の湖やくるみ割り人形など数多くのバレエ音楽を手掛けています。女性遍歴もあり、結婚もしているのですが、実はゲイだったというのも有名な話ですね。タレント、球団オーナー、監督、萩本欽一、1941年生まれ。コント55号で人気を得たコメディアン。でもお姉さんとしては仮想大賞の人って認識かな。5月7日に亡くなった著名人は、北辰一刀流、千葉茂太郎、1824年生まれ。坂本龍馬を扱った創作によく登場しますね。龍馬に剣の手ほどきをしたであろう人、何かと龍馬の世話を焼いてくれる人、坂本龍馬と一緒に勝見船の暗殺に赴く話がありますが、その時点ではすでに坂本龍馬と勝海舟は知り合っており、茂太郎の単独犯ではないかと言われています。特に何をしたということもないのですが、ネタにできそうな人が見当たらなかったのよ。5月7日の出来事は、1888年日本初の博士号、1922年日本初のプロボクシング興行、日本のボクシングの父渡辺雄二郎のプロデュースね、靖国神社境内の野外相撲場で行われました。2018年、プーチンが4期目大統領に就任、そしてウクライナ侵攻に至ると。でも個人的にはプーチンってそんなに悪いようには見えないのよね。あらかじめウクライナの NATO 入りに対して実力行使も辞さない態度だったし、国の安全に関わることで行動しなかったら、それこそ自国民に対する裏切りよ。むしろ人気取りのために NATO 入りを進めたゼレンスキーに疑念があるわ。支持率低迷から戦争になって一躍人気者だけど、マッチポンプみたいに見えるのよね。まあこんなこと言うと吊るし上げられるのがオチだから黙っといた方がいいんだけど、2023年、何かある。今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃい。ご視聴ありがとうございました。この動画を明日も見たいなと思った方は、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。参考にしたいので、もしよろしければこの動画が面白いな、役に立ったなと思った方は高評価を。怒りを覚えた、お姉さんが憎くてたまらないという方は低評価をお願いします。またお姉さんに付き合ってね。